吉原武氏は日本の実業家、城南信用金庫顧問、原子力撤廃を標榜し、太陽光発電などによるクリーンエネルギーの導入を推進している。人を大切にする、思いやりを大切にする、原発に頼らない安心できる社会へ、を経営理念にしている。城南信用金庫の第三代理事長である小原哲五郎の訓導を受け、 相互扶助のための共同組織金融機関である信用金庫の原点回帰を経営方針に掲げる。慶応義塾大学経済学部で加藤博史から経済政策論や厚生経済学、井村清子からマルクス経済学、白井厚史から社会主義思想を学び、卒業後は西部進む小室直樹、渡辺昭一らから社会思想を学ぶ。企画部時代は 小原哲五郎から訓当を受け、懸賞金付け定期預金や、民間版定額貯金、民間版住宅庫コローン、乱数表付けテレホンバンク、漫画ディスクロなどの新商品を開発し、金融制度調査会で、預金保険機構限度額拡大、消費者専門部会の本則金利移行、金融リスク委員会で、アセットライアビリティマネジメント理論発表などに、携わる。 小原が提唱した、貸すも親切、貸さぬも親切。お金は、麻薬を踏まえ、お金の本質は、自己幻想による妄想。お金は人を孤独にし、道徳や倫理を崩壊させる。お金は時に、人の心を狂わせ暴走させる。金融機関の使命は、お金を健全にコントロールすること、健全なコミュニティの中でこそ健全なマネーが流れる、などを持論とする。 2010年に信用金庫の原点回帰を掲げて理事長に就く。理事長の年収を支店長以下の1200万円に抑え、任期を理事長と会長の通算で最長4年、定年を60歳とし、4件分立、逆ピラミッド、現場による経営計画など移植の改革を断行し、店舗の使用電力を東京電力から購入することやめ、 自然エネルギーなどを使う電力会社に切り替える施策を講じた。2015年6月に任期を満了し、理事長から相談役に退いた。2011年7月2日の報道特集と、報道ステーションは7月5日の原発私はこう思うと2012年8月9日にコメンテーターとして出演し、経団連や同友会、商工会議所が、 原発推進を提言したことを批判して、大企業は原発を買い取って運営できるのか、原発は採算が合わないので即時ゼロと主張した。2011年6月29日付の朝日新聞長官にインタビューが掲載されるなど、各種メディアへ露出が多く、小出広明、明峰哲夫、田中優、落合恵子、広瀬隆史などと共に、 数多くのシンポジウムなどに論客として参加している。西川義文は、吉原が主導した、城南新金の脱原発宣言を、英断と称した。2012年11月に、城南総合研究所を創立して所長につき、初代名誉所長に、加藤博二代目名誉所長に、小泉純一郎をそれぞれ迎え、 原発即時ゼロを決断すれば、自然エネルギーや新世代火力などのエネルギー革命により、日本経済は発展すると主張している。2017年4月に、小泉純一郎、細川森広、河井博之、中川秀直らと、原発ゼロ自然エネルギー推進連盟を設立し、会長に就任し、全国を講演するほか2018年1月には、 原発ゼロ自然エネルギー推進基本法案を発表。城南信用金庫としても全国規模で太陽光や小型風力などの自然エネルギー設備への投融資を積極的に推進する。2015年1月に品川区内に店舗を有する爽やか信用金庫、芝信用金庫、目黒信用金庫、湘南信用金庫、城南信用金庫の5信用金庫による 金融開発の青年貢献法人である一般社団法人新近青年貢献サポートを設立し理事長に就任。品川区社会福祉協議会と連携し、高齢化社会に対応するための社会貢献事業を開始。2016年には最高裁や日弁連、内閣府と連携し、従来の貢献支援信託に並立、代替される新たな方策を提言し、 同商品案は2017年3月に閣議決定された青年貢献制度利用促進基本計画に盛り込まれ2018年3月より各信用金庫で取り扱いを開始した。高齢者福祉についての意識が遅れていた金融界で青年貢献と家族信託の分野で啓蒙に努めており、新金青年貢献サポート沼津。 新近青年貢献サポート花巻の設立を支援。共同組合の歴史と理念の啓蒙に努めており、全国の信用金庫、農協、生協などで講演活動を行っている。アダム・スミスの国富論を論拠に、株式会社は欠陥だらけの企業システムであり、共同組合こそ人類の歴史の正当な継承者であるとの持論を展開。 2012年の国際共同組合年を契機にいた共同組合との連携を模索し、2016年から日本社会連帯機構の副理事長、2017年から日本労働者共同組合連合会の理事を務めるなど、全国のワーカーズコープ運動にも尽力する。ピーター・ドラッカー、ヘンリー・ミンツバーグ、エドワード・エルデシ、ダニエル・ゴールマンらの経営理論を背景に、 グローバル資本主義や成果主義、攻めのガバナンス論などのアメリカ型経営を批判し、年功序列をグローバルスタンダードにすべしなど、日本的経営の優位を主張して、報道2001などで持論を展開した。ニフティの金融プロフェッショナルフォーラム付近創立に参加し、ヨッシーのハンドルネームで議長として、高橋洋一と有著問題や金融工学などを議論した。 役員人事について、城南信用金庫、http://www.jsbank.co.jp://12/5/1-12/5/8 と html2014 年4月4日閲覧。城南信金理事長に、吉原氏例のトップ交代。日本経済新聞。 h t t p コロンススラッシュスラッシュ www. 日経 c o m スラッシュアーティクルスラッシュ tgxnasgc 1001sq0111c100 万2014年4月4日閲覧ドクター・ z は知っている城南信勤のタブー破り現代ビジネス h t t p ラッ,ラッシュ現代 i s m e d i a j p a r t i c l e s 4 4 6 2 2 0 1 4年4月4日閲覧。役員報酬、役職別から年齢別に、城南新金が見直し。日本経済新聞。 http://www.nickey.com スラッシュアーティクルスラッシュ t g x n a s g c 1 5 0 1 6 v 1 0 c 1 1 a 6 e e 0 0 0 2 0 1 5年4月16日閲覧城南新聞吉原理事長退任へ脱原発経営は維持東京新聞 <く> <problem> http://www.tokyo-np.co.jp、ok、コロンスス、e、ララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュエコノミックススラッシュニューススラッシュ ck2015041602000251.html2015 年4月16日閲覧役員人事の内定について、城南信用金庫。 http://www.jsbank.co.jp://20/1-20/14.html2015 年4月16日閲覧。脱原発は可能か日本経済新聞。 http コロンスラッシュスラッシュ www. 日経 .com スラッシュビズスラッシュブログスラッシュアーティクルスラッシュ G イコール 96958a qc 93819499e 0e6e2e3998 で 0e6e27e0e2e3e2e22e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  e イコール 9694e2e7e2e3e0e2e3e2e1e3eae52014 年4月4日閲覧。ありがとうございます。